何は高等学校、中学校は大阪市住吉区にある市立の中学校、高等学校。神社神道を見学の精神としており、高校は2004年まで、中学校は2006年まで男子校だった。略称は涙か。前身は1923年、神社本庁指定の管主など新職養成機関の財団法人大阪国学院により、東成群、 小三村大技山の内に設置された何は中学校。神社神道を教育の根幹に置き、神社神道の精神を背景とした全人教育と大学進学、そしてクラブ活動での連磨や奉仕活動を通して社会参加など幅のある人格形成を目指している。校訓は清志、明、ただし、自家。住友金属工業の子会社取締役から、 関西公立校発の民間人校長として大阪府立高津高等学校に赴任した木村智彦を2006年12月何和学院の理事長校長として迎えた大阪府立高校では現役で国公立大学に100人合格という目標を掲げ国公立大合格者数を倍増させる業績を残していたものの教職員への パワーハラスメントがあったと大きく報道され辞任に至っていた。木村が理事長に就任後、何は中、高の入学者数は増加し、3年間で赤字体質から転換できたとされた。初年度の学費は、高校155万円、中学校97万円。制服がある。2019年には、制定カバンと体操服のデザインも変更された。 校舎は2013年に建設着手。グラウンドも全面人工芝となった。その他下記の施設がある。関西大学と推薦入学に関する取り決め事項が存在しないのに、入試説明会等で、関大コースに入れば、間違いなく、関大に入学できると虚偽の宣伝をしていた。この不祥事により2012年4月関西大学は、 何はとの連携解消を決めた。また、教職員に未払い残業代の9割を放棄させていた問題も発覚した。2011年度の大学入試では、大学合格実績水増し問題も発覚して大きく報道された。成績優秀な生徒4人の受験費用を学校側が実質負担し、立命館代理計学部を中心に、 延べ22学部、学科に余分に受験させた。学校側は、立命館大の2011年度合格者数を32人と発表したが、うち9人分は生徒1人が合格したものだった。同校は、木村智彦の指示で2010年5月から、本格的に水増し行為を実施しており、受験生名簿等は X ファイルと名付けられ極秘扱いとされ、生徒が、 自主的に受験する本命大学の費用は負担せず、水増し目的の受験費用のみ、学校側が負担することや、金銭授受を示す文書は残さないなどのルールがあり、関連の会合後、関係書類はすべて回収され、厳重に口止めされた。高校総体で優勝するなど競合として知られる、クラブ活動の空手道部において、引退した3年生部員6人が、 同級生一人の顔を殴り、その様子を LINE に投稿していたことが判明し、高校側は関与した部員について2016年11月10日付で、いじめであると認定した上で、停学処分とし、空手道部も練習が、取り留めとなった。プロ野球、ありがとうございます。